こんばんは、まちかねタウンホイザー役の遠野ひかるです。ここ通れて嬉しい、やだやだです。あー、よかった。そして遠野さんも、ここのね、はい、入り口くぐれて嬉しいって言ってましたが、はい、どうですか？嬉しいです。ここ座ってこれ書いてみたかったんですよ。今日もいっぱい書きますから。はい、出張から帰ってきたので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はあのナンバリングイベント初めて出場させていただいたんですけど、 あんなにたくさん馬娘さんがね集まってるの豪華だなと思いながら楽しく過ごさせていただきました。はい、ちなみに遠野さん、はい、記憶力には自信はありますか？どうですか？ないです。ないです。はい、ちょっと集中してじゃあいっぱい覚えてください。はい、賢さアップでお願いします。頑張ります。じゃあちょっと記憶力心配だった遠野さん、はい、開けてみましょう。オープン、じゃん。おお、13。仲間だ。これはもうバッチリですかね。はい、だと思います。じゃあ他の人多い。遠野さんどうですか、自信は？ないです。あ、ない。大丈夫。みんな続いてのチャレンジいきたいと思います。次は遠野さん、お願いします。頑張って。頑張って。はい、おー。いや、今のでそっか、じゃあもっと小さいのが出たらもっとささやかないといけない。もっとマイクから離れて、うん、距離感も大事そうですね、うん、確かに距離感もね、うん、大事。さあ、じゃあお題からます。じゃじゃん。わお、 MC 得意そらさん一言あふれしめる。なになになに言ってくれるの？どうしよう、どうしよう。100って結構大きいってこと？今までだと一番大きいですもんね。クリスマスさん、一言。一言。わかりました。見てますね。準備、準備いいですか？大丈夫です。では、遠野さんのチャレンジです。お願いします。仲良くしてください。さあ、何のアイドルだったのか。おっ、1デシベル。ギリギリでしたね。仲良くしてください、こちらこそ。お願いします。ねえ、嬉しい。すごいブートキャンプメガホンで応援してくれます。お願いします。はい、しようか、うん、最後は遠野さん、日野原さんペアです。頑張って。頑張ります。はい、ちょっと全部綺麗に落ちるところを見たいな。どうしよう、どうしよう。かわいい。先ほどじゃんけんで決めたので、はい、じゃんけんで決めた。はい、お願いします。勝っちゃった、私から行きます、ね、ということで、はい、頑張れ、頑張ってください。見つめてるよ。本位に向かってしまった。はい、はい、準備はいいでしょうか。 OK です。さあ、それでは馬娘だるま落としスタート。わー、かわいいね。かわいいかいいいいよ、いい感じ、いい感じ。せーの、2回。おー、いいよ、知れません。うわー、ちょっとプレッシャーが。でもこれは一気にいけるかな。一気にいく。いきます。はい、頑張って。いきます。あー、すごい、すごい、やったー、やったー、さすがです。やった、なんと2段目もクリア。すごいぞ。人参がちょっとだけずれてますが、これ直したりするのももちろん全然大丈夫なので、うんうんうん、3回のうちですね。うん、1回、うん、直したいです、はい、して1回直したい。いいですよ。飛ばさないようにだけ気をつけてください。飛ばさないかもしれないよね。しっかり女性が確かに受かったね。いいよ。いいんじゃないですか。ここを狙っていきます。で、2回でね、ピンクの段を狙って。2回か。2回ですね。1回でもいいけど。1回ちょっと強めに。おお、すごい、すごい、うまい、すごい、いける、いける、いけるか。
これは大きいからね、うん、確かに戻した方がいいですかね。ちょっとやった方がいいかも。怖いな、ね、ちょっと戻します。微調整に入りますね。3回叩けますからね。あ、よしよし、やったです。これは一気に、うんうん、あ、さあ一気に行ってみます。うん、いきます。で4段抜いたので40コインゲットでーす。河野さんどうでしたか。いや、なんかなんでできたんでしょう。ためやらぬ、すごいバランスで見事完全制覇です。さあ、横浜バージョンと公式バンダナです。どちらの展示に参加するには欠かせないアイテムとなっております。河野さんいかがですか。ねえ、なんか素敵なデザイン。人参とか散りばめられてるんですね。ちっちゃいのが可愛いですね。可愛い、可愛い、めっちゃ美味しい。はい、こちらの商品は現在ウマ娘プリティダービー公式ストアで販売中です。ぜひ、さらにさらに、はい、ありがとうございます。さらにウマぴょい伝説やボーナストラックとしてゲームサイズ音源やオフボーカル音源も収録予定です。ぜひチェックしてください。うん、はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。これこの姿、意外とこれを着させていただいて皆様の前に出るのは初めてだったのかなということで、もういろんな雰囲気に飲まれ緊張でしたがすごく楽しく、お届けさせていただきました。いっぱい情報も盛りだくさんでゲームも楽しんでいただきたいですし、私も出演させていただくイベントが控えておりますので負けないように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。待ちかねタンホイザー役の遠野ひかると。